Good morning、ょうはい今日はいつもとちょっとグッドモーニングが違いますねあのー、おじさん今日いないんですよね、うん、どこ行ったんですかね、うん、キラさんん聞いてんですか多分福岡だととうんですけどここの、ね、<laughs> FM 沖縄の f m 講座のスタッフさん <laughs> ごめんなさいスタッフさんも誰も聞いてなかったっていうね <laughs>、はい ね、どこ行っったんですす、ね、かびっくりしてます今 <laughs> 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 僕も、えー、ちょっとでもきょ今回はね早かったんですよ、うん、おと日いメールがあって <laughs>、えー、水曜日のラジオは、うん、もう僕、来ないからと <laughs> <laughs> ナさんと2人でやってくださいというメールが来ました、いきなり、うん、で、別にどこ行くとも言ってなくて。<laughs> <laughs> なんかすごい今パタパタしてますねパタパタしてましたあのちょっと見ない顔がいるんですがご紹介してもらえますかね自己紹介お願いしますはいはいはじめましてはじめましてよろしくお願いしますタバですタバさんはいはいよろしくお願いしますえ何何何はい えダメなんですかダメなんですかはい。何何何何じゃあとりあえず僕も一応は銀天街でバーテンダーをしているモーリですそしてね隣の方はこの方いつも毎週水曜日来てくれてるらしいですがはいはいあちなオーディオのちなひろしですどうしましょうかそうですねもうあの 楽器とか音楽のあれしか分かんないから、はい、とりあえず今日はあのバイオリンの話でもババイイオオリリンンを弾くんですか作るんでですすかか作るちょうどね、はい、30年前に、はい、モーンビーチで、はい、たまたまあのそのオーディオマニアの大御所に連れられて「千奈、うんはい、君たまには生演奏も聞かんとダメだよ」ということを言われて、はい、行ってみたらもうあの。 今から310年前の作られた1708年生の,あのストラディバリウス、はい、これをいきなり何も言われなくて聞いてもう涙も出るしストラディバリウスってあのいやもうこの間見たのは10億すご <laughs> 10億、はい<ー>だって300年前に作ったやつだからそんなに数もないし。 うん、で、それがほら、こんだけかけて、あの、沖縄の空想みたいなもんですよ <laughs>。はい、はい、はい、はい。じゃ、じゃ、十億の場合より、やっぱり違いますか。<laughs> いや、もう、あれは、あの、一切のあれがなくてね。あの、前説もなくて、たっ、ね、と聞いた時に。もう、とんでもなく、鳥肌が立って、うん、涙が止まらないんですよ。ええ。 この前僕も、ね、あのストラディバリディウスが何でそんなにいい音なのかというのを、ねええ、NHK が総力を挙げて研究しているのを見たんですよ。そしたらなんか、ええ、あの,他の楽器は、ええええ、他のバイオリンはバイオリンを中心にこう放射状に広がっていくのが、ええ、ストラディバァディウスは思考性を持っていて、ええ、音が真上に上がっているそうです。あ でああそっから広がっていくらしくて、はいはい、それがもう全然違うって言ってましたね。うん、本当にこれってあのもう人間の耳に聞こえるギリギリのところ、うんうん、2>, 2万ヘルツ、3万ヘルツまで出てるという,うに言われてますから。すごいね、ですからやっぱりちゃんとした装置で聞くとこのバイオンの量,はい、はい、量感がもうすごいんですよ。でバイオンっていうのはほら。 2枚列っていうのは、指向性が持っちゃうんですよ。スピーカーがそうなんですよ。なるほどね。そういうことなんですね。はい。で、それ、指向性が良ければ、みんなが聞こえるということで、全部にこう反射してきますから。もう広がりがもう半端じゃないですね。さすがに、あの、生のストラディバリウスは、もう聞いたことがないですよ。すごいですね、それね。ですから、まず、そういう本物を聞かないと、説明しようがないというか。 あ実はあの沖縄市民会館にも来てますので、はい、2>, 2回ぐらい来てますね。なんていう方ですかこれはねオーストリアのローランド・ガエルさんというちょっと発音オーストリアオーストリアドイツのローランド・さんローランド,、はい、ランドガエルさんという方ですけどこれはじゃソロのバイオリニストそうですねあの沖縄でやったのは NHK の原田光一郎さんと2人で。うん こう左右に立ってこうやりよったんですけどもう圧倒的な差が出ましたねそのバイオリンの違いがもしこの逆になるとどうなるだろうとかね <laughs> なるほどね <laughs> ええ要するにもうこのそのストラレベリーじゃない方はもう一生懸命やるんだけど相手に負けるんですよこのまあ良感というか艶とい,いもうすべての点において負けてるもんだからもう無理していくんですよ <laughs>。 やっぱりそういういい楽器って鳴らす方もそれなりのね技量が必要なんでしょうね、はい、そうですね,ね素人が触るとちょっと触るだけで音が出るもんだからなかなかコントロールできないらしいですね、うん、やっぱりそんだけの技量がある人でいろんなの経験がないと多分弾きこなせなせいいと思いますねはい、はい、まあでしょうね、はい、あのストラディバリーまではもちろん行かないですけどもうギター弾くんですが、はい、ギターもやっぱりねいいやつは、ね。 なかなか鳴らせないですよ。あちゃんと,ゃんとそこもねそ、はい、ギターのこれ持っている音を出そうと思ったら、えー、なかなかやっぱり演奏者側にもいろんな技術を要求されるというか、要はうまくやっても失敗してもそのまんま出ちゃうわけですよね。うんはい、<laughs> なのでちょっとミスしただけで、あのそのそのちょっとしたミスがもうはっきり出てしまうので。はい なかなかねこの演奏する方にも技量が必要になってきますね、はい、あの何を考え込んでるんでですかね <laughs> <laughs> でもやっぱり現場でそのきれいな音が出ると、うん、やっぱりその間も変わってきますから演奏者もお客さんも皆さん乗ってくるっていうかうん、うん、そうですね、ええで。これがクラシックでもちゃんとありますからクラシックってほらみんな堅苦しくこう寝てますよ、ね、は,いは,いはい。 もうそうなんだけど、やっぱり心の中ではもう騒いでるんですよ。ああ、うん、あのピアノとかもね。何だったっけ？スタンウェイみたいな <laughs> あそうですね。あれ、沖縄市民会館にあるんでしょ？うん、まあ,あのなかなかあのいい状態でっていうのは難しいみたいですね。やっぱりこの維持するのバイオリンもそうでしょうね。350年とかっていう間。<laughs> まあ、むしろ音を良くしながら維持をして。いく ってなるとやっぱ相当大変でしょう、ね、ですからの沖縄に来る時も必ず年末ですよ12月のもう278、うん、日それは湿気がない時なるほどね、ええ、やっぱり湿気とかがあるとちょっとダメージを受けるからということでしょうか、はい、結局は鳴ならなくなるっていうか多分、うん、あの音が重くなると思いますねなるほどねだって1秒間に2万回3万回も振動しなっていかんから。 できるだけ軽い方が、はいはい、うん、だから沖縄にはちょっと向かないというか維持するのが大変だと思いますよ。うんうん、でもぜひ沖縄にも欲しいですね。欲しいですね。えー、<laughs> でもそれ十億は <laughs> さすがになんかこう個人ではなかなかそうです、ね、買えないですよね。はい。 まあ大企業さんとかそういうあるいは国でやればできると思います、うんうん、のであの昔なんかバブルの頃に日本人でストラスバリオスを買いあさってだめにして品縮を買ったという事件もありましたけどね結局はそうですそうなんですよ、はい、どっかの社長さんがやっぱりこのお金に物を言わせて買って、えー、で応接室かどっかにこう飾ってあったそうらしいんですよああじゃあ で何年かしていざそのじゃあ弾こうとしたらもう全然波のバイオリンになってたっていう、うん、可能性あります特に日本沖縄っていうのは湿気が高いものですから維持するだけでも大変だとにあのほらあのああいう飾るところでコップに水を入れたり、はい、あれもそのための,あの調整コントロールするためにやってると思うんですけど<ー>乾かしてもいけないとかいろいろあって。 乾燥もダメしで湿気がありすぎてもダメ。ダメです。はい、まあ木のあの楽器ってやっぱりそういうデリケートなね、とても難しいと思います。うん<の>。多分<の>予想ですよ。うん、もしその上空のバイオリンをね、バンとこう叩いたら、うん、全部このごろに割れそうな感じがしますね。あ<ー>それぐらいあの、はい、抜けてるというか、はいはい、多分めちゃくちゃ軽くなってると思いますよ。 だからうちもさっきも言ったようにギター置いてるんですけどお店にねギター置いてあるんですが、はい、ギターのそ後ろに除湿系と温度計置いてますからね。あ<ー> <laughs> ややっっぱりそ, <laughs>、はい、そうっていかないなとだからあの前もこの番組でもちょっと話しましたけどうちは夏はもう24時間エアコンお店はクーラーかけっぱなしなんですよね。はい、でもちろん半分は あのお酒のあ、えー、管理維持のためなんですがあと、うん、の半分はねで大体雨降ったりとかするとやっぱ音は変わってきたりするので,はい、はい、でずっとエアコンを24時間夏はかけっぱなしにしといて、うん、温度と湿度をある程度一定に保ってだからそれはもちろん、あのー、お酒もね、うんえー、あんまり温度が急激にこう上がったり下がったりするっていうのは良くないので。 うん、だそれを抑えるためプラスその環境が、うんえー、ギターにとってもいいので家ではなくお店にギターを置いてあるとああそうか <laughs> お家までやると大変ですか、ね、お家までやると大変今はでもほらさすがに、あのー、去年子供が生まれてまだ赤ちゃんなのであほとんどエアコン使ってますけど僕もともとエアコン自体が、うん あまりなんですよあんまり長い間エアコンの中にいるとなんか鼻がすぐムズムズして風邪ひいちゃうっていうタイプもろもう一回なんでね僕も一緒ですねあの風と扇風機で十分みたいな僕もだからクーラーの温度は2 8 5五度とか2 9九度とかね何のためにけるのって言われるんだけどそれぐらいが一番あれですね。 ちょっといいですかすかませんサーバーに接続できませんでしたと出てるんですけどパソコンで CM いきますかはい、はい、じゃあ大事な大事な CM いきますその1。 大丈夫ですか <laughs> えなんか今日はこのミキサーやってる方も慣れてないらしくてね <laughs> しかもおじさんもいないしすごいバタバタでやってますあ <laughs> ねちゃんおかさんからメール来ました、えー、モーリーさん、えー、千奈先生おはようございますおはようございますおはようございますスティービーさんは八王子から電話ジョインするのかななんで八王子なんでしょうかね九州行ってるんですよ え分かんないどこ行ってるんですか八王子行ってるんですかね <laughs> あのスティービーさんもしどこかで聞いてたら連絡ください <laughs> どこ行ってるんでしょうね <laughs> あの誰もわからないんですよちゃん岡さんこのスティービーさんがどこ行ってるか <laughs>、ね、何してるかなので、えー、もしその所在を知ってる方がいたら是非教えてほしいですそ、ね、れ <laughs> でね今なんかそういうわけで今ちょっとバタバタしているのであの今日多分ね、うん、メール来たら今日多分いっぱい思いられますよ 喋 <laughs> <laughs> ることもあまり用意してないのでねでちなみにいつものように、えー、交通情報をちょこっと言えばはいいつものようにガンガン流れてますただ今日ね僕は古座十字路から、えー、いつもここまで出勤してくるんですが、あのー、途中でね事故があってあのボーリング場の坂のところの非常に迷惑なところでだからいつもは。 下手すると信号かからなかったら5分で来れるんですよ。今日分分かかりましたねああ <laughs> 15分でも早いんですけど3倍かかりました、うん、朝からあそこでちょっとなんか事故をしててしかもあのー、多分、えー、基地のパトカーも止まっていたのでああまあアメリカの車両とやっちゃったんでしょうね。うん、あなんて番組ちゃんおかさんから来ました <laughs> 東京の八王子にいるらしいですって。 で八王子で何してるんですかそしてなんでちゃんおかさんが知ってるんですかね。<laughs> <laughs> うん、今日はそうで沖縄すごい晴天でねこの1週間ずっと晴れてますよね。そうですねもうあのもう東京とかはすごいことになってた氷が降ったっていうニュース聞いたんですけど。 本当にありえないというか、ね、この時期にあのもうそれこそ三十八度とか言ってるのに、はい、氷が降るってなんだそれはっていう。あすごい氷って僕は見たこと多分ねないんですけど。うん、千葉さんあります？じゃないです。ね。氷ってどんなもんだろう。氷の塊が空から降ってくるんでしょ。うん、そうなんですよね。よあまりおでっかいところのガラスが割れちゃうし。うん。 車とかに直撃するとあれね、うん、天井へこんだりガラス割れたりしちゃうらしいから自作でよかったですね,ね、うん、じゃあそのいつから行ってるんでしょうねも,うもしかするとあのスティービーさんその表にこを経験しているかもしれないですね時間によっては <laughs> <laughs> そうですね来週ぐらいね、はい、来たらちょっと聞いてみようかなとあ日付も行ってないね今日は はい、7月の19ですかす,すごいなもうあと10日で7月が終わる、うん、あ,あ早っ、うん、でもちょっと今個人的には夏終わってほしいですねその早めにあのずっと今ほら子供抱っこして歩いてるじゃないですか体温高すぎて、うん、<laughs> 暑いです なので,もうでも沖縄九9月まで夏ですからね、うん、さてもうどうしましょうえっともうお,お酒の話しますかど,どうぞどうぞ <laughs> <laughs> ちょっと早いですが、うん、今日はねこういうの持ってきました見えるかなはいあれこっちか エヴァン・ウィリアムス1783というやつです。聞いたことはないですよね。うちにはアイランの方にはこのエヴァン・ウィリアムスのシングルバレルというやつがあるんですが同じエヴァン・ウィリアムスのこれはねスモールバッチというやつですね。で まあ,あの時間もあるのでそこもちょこっと説明するとシングルバレルっていうのは樽を混ぜない一つの樽から全部瓶詰めしてる通常ウイスキーって特にバーボンは樽が置いてある場所とか樽の状態によって人たる人たる味が違うんですよ。 あの同じ時に作って同じようにえ貯蔵していてもその貯蔵してる間にえ中ののウイスキーの味がね変わってきちゃうんですねそれでえその変わ味を均一にして商品化するためにそれをまあいくつか一緒にこのブレンドをして瓶詰めをしているんですがその中でもまあ優秀なやつというか出来のいいやつは。 これはちょっと混ぜるのはもったいないんじゃないということでシングルバレルという形で発表してるんですね。ああでこの今回紹介してるのはスモールバッジです、ね、スモールバッジっていうのはあの厳密に法律でこれがスモールバッジですよっていう規定はないんですがあのそのまま直訳すると小さいバッジつまり1つのロットになるんですけど。 ちょっととだけ販売しますよとでこれだいたいバーボンにおいてスモールバッジって言ったら、あのー、10タル以下さっきも言ったようにいくつかのタルをバーボンって混ぜて、えー、販売するんですがその中でいいやつを1個だけじゃあ他のとは混ぜずに販売しようという形が、あのー、シングルバレルでいいやつといいやつを混ぜてもっといいやつを作ろうよという考え方がこのスモールバッジなんですね。 だからもちろんそのまんまの樽を入れるのもいいんですがえそうじゃなくてこのいくつかいいやつを選んで厳選した樽を混ぜることによってもっとおいしい意識ができるんじゃないかということで作られてるのがこのスモールバッジ今回はそのエヴァン・ウィリアムスというバーボンのスモールバッジを入れてきたんですけどもちなみにこのエヴァン・ウィリアムス もうよくわからないんですけど一応ねウイスキーを作ったというかバーボンを作った人の一人という位置づけです。<ー>でバーボンって実はエライザ・クレイグさんというこれもエライザ・クレイグという名前のバーボンがあるんですががウイスキーのバーボンの父とも呼ばれていて、うん、ただこのエライザ・クレイグさんよりも早く、えー エライザ・クレッグさんがそのバーボンを作ったと言われているのが1789年でこのエヴァン・ウィリアムさんは1783年、まあ、約6年早く、えー、このバーボンウイスキーを作ったと言われているんですね<う>だからバーボンの、えー、始祖とも呼われていて、うん、だからねいっぱいいるんです4人ぐらいいるんですよバーボンの父と呼ばれている人が、うん、その中の一人ですでケンタッキー州の、うん、まあもちろん ででで販売されれてていいて、えー、ここも今日からアイラでえ600円で出そうと思いますのスモールバッチさっきも言ったように <laughs> あのちょっといいやつを混ぜて作ろうという形で作られてるウイスキーなので通常のやつよりもね非常に質が良くてでなおかつこのエヴァン・ウィリアムスはあのコストパフォーマンスもいいので。 ぜひね飲みに来てほしいなと大丈夫ですか CM とか、うん、あのー、スティービーさんがいないと、うん、みんな無口ですね <laughs> 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 はいえっとお酒の名前に千奈先生の飛行機の話あお酒になりましたか,かお酒の前にか <laughs> 飛行機の話ってラジコンのことですかね だと思いますねオーディオとラジコンの飛行機というのは一緒なんですよまず本物があって模型があると。もう一回えええええオーディオとラジコンの飛行機っていうのは共通性があ飛行機はまあそうですよね本物があってラジコンがある。オオーディはさっっき言た あの、ほら、千七百年の、本物の木があって、それにいかに似せるかというで。はいはい,はいはいはい、あ、そういうことですね。はい、だから、そこら辺は、だから、逆に言うと、だから、あの、そのままオーディオだけやっていたら。うん、まあ、ここまで来なかったと思うんですけど。その、ラジコンやることによって。あ、まあ、単なる偽物の。香りかぐらいの、あれ。考えに、至ったんですよ。 オオーディオがといそこまでこれここまでやったから<ー>そういう考え方ができて、はい、じゃあそれに同じような音が出せるように、まあ、要はいかに生の音が、うん、生の音に近い音を出せるかっていうことでそれがやっぱりあの本物の,その楽器を聴くこと、うん、ピアノでもそうなんですけどやっぱりスピーカーの音というのとやっぱりいい楽器の音というのはやっぱりそんだけ差があるから。じゃあ例えばですけど、うん 得得意不得意不ってあるんですか、ね、あのこのシステムは弦楽器が得意だけど例えば打楽器とかあの管楽器は苦手とか逆に管楽器得意だけど弦楽器苦手とかっていうのって出てくるんですかだからそれは要するにこの何ていうかな一生懸命やってる中でやろうとするけどできないその理由としてはやっぱり他にあに例えるものがないから、うん。うん 例えるものがない要するにあの例えば、まあ、F15 が着陸の時はこんな感じで降りてくるとかね、はい、それって本物見てたら分かるけど見てない人がなるほどねだからそういう意味で応用というかね深めるために奥行きを作るためにはやっぱりそんだけのじゃあ何が原因だろうしょうがないから、うん、皆さんいろんなメーカーとも弦、うん、楽器が得意だとかね。うん このメーカーは、いや、打楽器がいいんだとか、うん、そういうふうに、あの、偏ってしまうんですよ。ああ<ー>。一番いいのは、完璧なものを作れば、ね。そうですよね。そうですよ、ね。そういうこといらないんですよね。はいはい、そうですよね。だから、そこに至るためには、やっぱり本物と、うん、あの、まあ、偽物。要は、自分の中で、この、ちゃんと本物を聞いて、うん、まあ、ゴールと言ったら変だけど。ここを目指す、この音を目指すというのがないと。はい。 やみくもに例えばそれこそ回路をいじるように抵抗がどうだ電流がどうだっつったでもあるいはこの波形を見て何とかって言っても、はい、そこにはいけないというと、ね、到達できないとその完璧なものというのはないんだけど、うんうん、それにあの目標を立ててそれをやるそのためにはどんどん行動していかないといけないんですよ。 じゃあコンサート聴聴ききにに行行くくととかかライブをきに行くとかだからそれも最近はほら PA 使ってガンガンやるからそういう意味では難しくなってますね今生で聴けるのはもうクラシッククラシックでさえも最近なんか PA ちょこっと突っ込んだりしますからねそういう意味では本当の生を聴くための場所も必要だしところが沖縄にはそういうまあある意味こんな沖縄にあんなそういう楽器が本物の楽器が来るとは 全然予想もなかったしねそうですねそれが偶然こう聞けて <はい S 1> でその時のあの感動というかあの僕は前に金沢にいたことがあって <うん S 2> えあそこはねあのほら世界的に有名な小沢さんあはいあが出身地で。うん 子どもたちのクラシック教育とかもすごい力を入れてるんですね。はい、で市も市なのか県なのかちょっと分かんないけどその金沢の方もそういったものに、うんえー、力を入れていて、うん、東京に来ないのに金沢にベルリンフィルとか来るんですよ、うん、<laughs> ウィンフィルとかが。 向こうでも指揮をしていた小沢さんが指揮をしたこともあるんだろうけどもえ見たら東京とか大阪公園は特になくここだけ来てしかもあの県の市の方から予算が出てえそこに住んでる市民とかはねあのベルリンフィルとかが3500円とかで聞くことができるんですね。 日によってはクラシックでちょっとほらなんかかしこまってじゃなくてあの子どもたちもどんどん来てくださいっていうことでえ中学生以下は無料とかそういうイベ,ンイベントというかそういうライブコンサートをやっていてだからその時に初めてそういう外国のね本物の,あのオーケストラを聴いて全身の毛が立つぐらいやっぱすごい感動しましたね。 もうこれってやっぱりあのいい意味での税金の使い方だと思います。そうそう,うそうだと思います。本当もうそこに住む人というのはもう、うん、本当にハッピーですね。ハッピーですよね。うん、だからそのそういう方とかが来てまたあのまあ半分チャリティーだったりそうするんですけど先ほど言ったようにそういった子どもたちの。うん あのー、まあクラシックとかあるいは吹奏楽,あ楽器に触れる機会を増やそうということで、うん、いろんなことをやったりしかもそのね世界的指揮者が、うんえー、この子どもらの楽,楽団というか演奏団を指揮したりするんですよね、うん、世界のトップの指揮者たちが小学生の指揮をしたり、うん、であれすごい不思議なのが、うん、同じ子たちが演奏しているのに。うん 指揮者がが変変わわるるだけででで音が全然変わるんですよ、ええ、<laughs> 不思議でしょやっぱり演奏してる人がまあよくほら指揮者がすごい有名なこの指揮者がっていうからいやなんか素人考えからしたらいや演奏してる人がすごいんじゃないのって思うけど実際にあの子供たちをやらせるとあのそ,のその方が来てものの5分とか10分ぐらいちょっとあの子供らと、ええ。 なんかたリハーサルというなでちょっと楽しんでちょっと子どもたちをリラックスさせて、うん、さあじゃあいざ本番ってやった時に最初に出した音がもうびっくりするぐら違うんですよ。<ー> <laughs> あれは何なんだろうって <laughs> すごく思います。じゃあの何のために指揮者がいるかわかります？全体を合わせるためじゃないんですか？もちろんそうなんですけど、うん、あの中ではもういろんなことが起こめてるんですよ。うん、僕はちょっとあまり考えたことないんだけど僕もあんまりその 音楽的なことは知らないんだけど考えてみたらほら、ティンパニー、はい、あれってほらずっと奥の方にいますよねそうです指、ね、揮者のところ来るまで時間かかるんですよ僕らが見てたらね、うん、振り下ろしてその時に打てばいいと思うんだけど、はいはい、実は違うんですよ上げた時に打たないと間に合わないんですよ指揮者で指揮者の場所で会えば、うん、最後まで会いますからその音が一致した時にこの感動が来るんですよ、はいはい なるほどね、だから最初の1音が違うというのはもうそれでみんながまとまってくるからでそれをまとめるための指揮者がとても重要なんですよ。ですよね。だってあのファーストバイオリンをほら目の前にいるから送れないんだけどもう後ろにいるあの低音楽器ティンバディとかああいうのはどうしても送れるから,から指揮者が降った時ではもうだめなんですよ。これ,あほらこれって、ええ どうやってますんでしょうね。このコンマ何秒でしょ <laughs> だから、それが。あの、何も考えないで、振っちゃう、振、うん、っちゃうと、遅れちゃうから。うんうん、それ指揮者がね。そくからするんですよ。指示するんですよ。なるほどね。ねティンパに遅いと思うん。もっと早く。もっと早くて。だ、よくやりますよね、この手で。はいはい、あれで。あの、指示してるんですよ。あの、よく聞くのが。うん、実は大事なのは、この指揮棒を持ってる右手じゃなくて、うんうん、持ってない方の左手だって言ってましたよ。よああ。 ここのまあ指揮棒は指揮してるんだけどこの左手でこういろんなことを指示し,そうそう指示してるそれがまあ例えばその一流の,あの楽団ならばオーケストラならばまあまあ分からないでもないんですけど子どもたちでもやっぱりその指揮者が変わると なんだろうなすごく伸び伸び演奏をするというか、はい、あの安心して演奏しするからなんでしょうねきっともう本当に信じきってその通りやるうん、うん、やっぱりどっかビビって音を出すとちゃんと出てこないんでしょうねそれを信じてこう音を出しているので、えー、なんかすげえ音が <laughs> 出てきちゃうんだろうな、うんそ,うね、そういう効果で、うん、そろそろ CM いきますか、うん、じゃあはいえー また CM その2ですどうぞ。 すんごい気になるんだけど向こうが <laughs> <laughs> さあ戻ってまいりました時刻は10時36分を回っております、えー、森さんがね先ほど今日何度ぐらいあるのって言っていたのでちょっと気温の方も、うん、天気も今日はですね南西の風のしのち日の風晴れで日中の最高気温は34度になるそうです<ー>はい。<laughs> そして12時から 夜の零時までは降水確率で十パーセント、終日十パーセントとなる見込みでございます。相変わらず雨降らないんですね。はい。あの <laughs> ほら。今回はなんか梅雨時期すごい雨降ったじゃないですか。うん、で、これでダムも安心だなと思ったんですけど。はい、ダムは今どうなってるんでしょうね。そうですね。<laughs> ね。これだけ雨降らないと、もう一週間ぐらいずっと天気続いてるじゃないですか。はい。もうね。 あのやばかったというか僕ほら今月の頭はちょっと前にも告知したように、うん、お店がね、はい、うちの妻が内地の方に。 ちょっと行くということでこもりしなきゃいけないって言って一 <laughs> 週間ぐらいでした。いやまあ三日ぐらいなんですけどえ三、ー、十日からかな三十一日二日まあで三日は通常のお休みということで、はい、まあ合計五日間ですねお休みだったんですけれども、はい、その後ねえ四、ー、日から通常通り営業しますと言って四五<で>出たら六、はい、日からね超えになっちゃってあ,<ー> <laughs> あのー、なんかこれ ちょっとなんかまあちょ,っとちょっと休んでたら大丈夫かなと思ったら休んでたらどんどんひどくなってお<ー>これもうだめだと思って翌日金曜日に病院行ったら、はいえー、腸炎って言われてウイルス性の腸炎で,、はい、で結果的に親子3人全員感染してて大変だ、うん、で生まれて初めて腸炎ってなったんですけど、はい、ものすごいしんどいですね。えーうーん で結果、はいえまあ、当然お店負けられず <laughs>、えー、さらにもう6日から6、7、8食うとお休みしてたんですよ。うん、で4日間休んでて、まあはい、何が言いたいかってその後その時ね、うん、うちはあのミントを育ててるんですねカクテルに使うために。でで日休んで 行ったら、やばかったです。うもうミミントがね、えー、もう、いや、助けてってなってました。<laughs> 水をあげたら大丈夫なですか。うん、復活、復活しましたけどね。よかったあの、割と、生命力強いので。はい、あの、多少、元気なくなっていても、水あげれば、まあ、一日二日すれば復活す。暑さにも強いんですか。暑さには弱いです、ね。あ,弱いなあのね、乾燥に弱いです。水がなくなると、本当にすぐ枯れます。 うん、水さえあげてればなん,、まあ、なんとか生きてるんですけどただあのー、もうこっちがなかなかねそんな植物好きでもないので <laughs> <laughs> ちょっともう死にかけてる中ミントのことまで頭回らなくてねあ<ー> <laughs>、まあ、といってもあの状態でとてもじゃないけど水やりにはいけなかったですけどんなんとか、はい、頑張ってミントも復活してくれましたけどそれで。 二十パーセントぐらいこう縮んだんですね。僕がですか？そうです。縮みました。もう見てわかるぐらい。いや、痩せちゃいました。痩せちゃいました。多分ね、痩せました。あのとりあえず物が食べれないので、で、あの脱水だけには気をつけてくださいもう本当に三日まあ三日間そうです。約三日間水だけです。 水だけ飲んでて、はい、なんかスポーツドリンクみたいなのな、うん、そうですね。スポーツドリンクもスポーツでいつもやってるのは、スポーツドリンクを現液だときついので、スポーツドリンクをあの半分に薄めて、はい、だから、まあスポーツドリンク冷やしてるじゃないですか。うん、でそれをぬるま湯で半分ぐらいに薄めるとちょうどいいぐらいの温度と濃度になるんですね。はい。それでいつもだいたい風邪ひいた時とかあるいはスポーツする時は、うん そういう感じで飲んでるんです。<ー>今回も、はい、一応スポーツドリンクを買ってきて、あの薄めて飲んでました。うん、<laughs> うん、あのー、昔ってね、ち,ちさんそんな腸炎ってありました。僕の長男が三ヶ月の時にかかっちゃって、<laughs> あの外人住宅ってほらあの夏は暑くて風邪もえですよね。寝冷えさせて、うん 大変でしたそれはお腹を壊したってことですよねということ腸炎ということを言われてあれもとってもきついと思うんですよねきついですね一番元気だったのは子供でしたけどええ一番元気でした大人の方が多分あれきついですよ子供はね割と元気ででまあまあぐったりまでは行ってなかったのでよかったかなと思ってその彼女は腸炎治ったら さらに鬱憤を晴らすかのごとくパワーアップして <laughs> <laughs>、はい、最近、あのー、ななんだろう支援施設っていうんですかね保育園は行ってないんですけれどもその保育園の中でも、えー、普通に連れてきていいですよとお父さんお母さんと、ね、一緒にそういうところに行ったら、うん、まあ先生の言うことを聞かない、聞かないあ<ー>。<laughs> そうか <laughs> <laughs> はい、あ中央パークにも一箇所ありますよ。えっとね、えー、っと十字路のほらここのね、はい、あの信号のとこい、それの何番目かなあ一つ手前か信号機の一つ手前はい、はい、右側ですねあそうですかへ、えー、か結構あの子ど子を預けてうん、うん、夫婦で来たりそうです、ね、こそれって毎日ではない,ないみたいで。 あ僕が行ってるところはもう毎日やってるんですけど、うん、あのやっぱりどうしても、ね、遊具とかがやっぱその充実しているので、はいはい、そういうところに行って保育園の中ですか保育園で一緒に見てくれるんですけど<ー>ただ、あのー、<laughs> なんだろううちの子ね、変なんですよ。<laughs> はい、生まれて、あのー、2日目に 看護師さんに代わってるとお墨付きをいただいたので例えばあのね普通新生児って3時間に一遍ミルクを飲ませないといけないんですね、はい、で要はその3でも、ねまあ、新生児ってずっと寝てるじゃないですかで寝てるのを3時間ごとに起こして<あ>、えー、ミルクをあげるんですよ、はい、で通常寝ながらでも飲むんですね新生児って<ー>ところがうちの子は 自分が起きたい時しか起きないというか、うん、無理やり起こされても飲まないというか。でさらにあのその後まあ母乳で育てていて、うんえー、母乳を出すためのなんかマッサージってあるんですよ。うん、あれすごい大変みたいですけど、うん、マッサージをしないとでも痛いけど<ー>母乳が出ないのでマッサージをするんですが、でその時にもあのマッサージをしてその後で母乳が出るようになって そこで与えますからその前にあげないでくださいと言われてて行きましたでマッサージしたらあの看護師さんが子供の頭をつかんで無理やりこうおっぱいのところに持ってったら、うん、もうすごいギャン泣きして<ー>そこから、ね、1時間ぐらい格闘してたけど絶対に飲まない,い。 ででもお腹空いてるんですよねだからそれがもう諦めて看護師さんが諦めてああもういいよって手を離した瞬間自分から飲みに行ったあれやもうすごい,いやらしくてそういうの強制されるみたいなのが、うんうん、でこれでも2か月目ぐらいです <laughs> もうすでにでだから今回もう1歳になってて、うんえー、この保育園とか 行ったんですけども、うん、あのみんなが遊んでて「じゃあこれやりましょうね」って言ってるそば一人でずっと、まあ、あのおもちゃの冷蔵庫ですけど冷蔵庫をずっと開け閉めしてました。マイペースな感じで、ま、超マイペースですね、えー、であのついて荷物とか置いてで、えーまあ、みんなが遊んでるところへ行って「はい遊びましょう」って言っても。 ついて荷物を置いたらその荷物がを取り引っ張り出してその荷物で延々遊んでいてみんなのところに行かなくてその保育士さんが非常に困ってたって、うん、で絵本も最後の最後で絵本の読み聞かせをするんですけどあの保育士さんが一生懸命絵本を読んで他の子たちはねすごくこうなんか。 おとなしく座ってて聞いるんですよんだからうちの子だけは勝手に自分で絵本のところ行ってなんか自分が好きな絵本を取り出してもう保育士さん、そっちのけで勝手に見てるんですよ。え<ー> <laughs>、ね、えー、どうしようこれこっちとしては <laughs> ごめんなさいねって <laughs> <laughs> うん、超マイペースです。かわいそうに将来、世の中から浮くんだろうなと思って思。えー いや浮くでしょ <laughs> <laughs> きっと <laughs> <laughs> 森さん子供時代どうだったんですか僕はね、はい、あの小学生ぐらいの時は特にそうですけど、はいえー、学校行かなかったんですよねでも今の言う引きこもりとか不登校とかとは違って、うん、なんかね例えばですけど、うん、通勤途中とかに、はいえー、通勤じゃないな通学途中ですね の抜け殻とかバッタとか見つけたらそっち行っちゃうんですよ。でよくね僕は五役所だったんですけど近くに西森公園という公園があってでそっちによく行っててで今はちょっと整備されてますけど昔はねうっそうと茂っていてちょっと怖かったんですよね。 だからあんまり人も来ないし <laughs> あそこねあのいわゆるヤンキーの兄ちゃんたちがうん、うん、タバコ吸ってたりするんですよ<ー>だからですけど僕小学生じゃないですか行ったら逆にそのヤンキーの兄ちゃんたちが <laughs> えここあの変な不老者とかもいるから何 <laughs> かあったらすぐ俺たちの家よ <laughs> <laughs> タバコ吸ってる中学生とか高校生のいわゆるまあ世間でいうヤンキー不良の連中が。<laughs> はい <laughs> 守ってくれましたねああのちょっと変な大人とかもいるから、はい、苦労者とか,なんかちょっと変なちょっとおかしいのとかいるから、うん、たまにあんなのがいたら「お前すぐに出てこっち来いよ」<laughs> 俺たちあのなんか大声出せよ」俺なんか呼べよ」って言って、うん、<laughs> 結構仲良くなって<ー>、うん、そのなんかヤンキの兄ちゃんたち<や> <laughs> そこでななんか知らないけど でそしたらその特に小学校3年生の時の担任の先生が、うん、まあ、はい、いい先生でクラスを空けて僕を探しに来たりするんですよ。でえー、授業を止めて、うん、その日の授業はもうせずに朝出席取りました、はい、あの今日モリーいないなと、うん、お前らどこいるか分かるかと <laughs> よしじゃあまたあっちにいるんじゃねえかって言ってクラス全員で探しに来て。 へ <laughs> そしたら僕がそこでね「きとめに基地とか作ってるわけですよ」ーはい。で「何してる?」ってなって「基地作ってる?」って言ったら、はい、怒られるかと思ったら「あじゃあ,あ,のじゃあ、はい、みんなで手伝って材料集めてきて」って言って、うん、あの一緒に作ったりとか。でまあ今考えればですけどその場で。はい ちょっとした理科の授業、この植物はなんとかなんとかでうそういう基地を作るのに向いてるのはこの枝葉がこうやって広がってるやつが向いてるよと <laughs> でこ,のこれはあのー、やっぱり火を浴びるためでそういうのはガジュマルとかがよくてとかガジュマルの説明とか<ー>そ,のそこに住んでいる虫の説明とか、まあ、ちょっといえばもうちょっと言ったらキジムナーの話とかをそこでしてくれて。 いい先生ですね。ですね。体験コーナーがそうですもう週に1回ぐらい体験学習やってましたええ。本当にすごいだからそういう感じでまあであんまり学校行かなかったんですけど校長室にも45回呼び出されてあら怒られると思うじゃないですか全然怒られずに校長先生とも仲良くな <laughs> お何してんだお前は学校来ずに行ったら高校、高校や普段こんなことしてますたそうか、じゃあ今度面白そうだから行くときはあの先生も連れてってくれとか <laughs> あ,あんまり怒られなかったですね <laughs> <ー>で。で一気になってあの学校行かずにそこら辺の山とか川とかで遊んでました。すよね <laughs> だから 今からら考えたたすごいいい時代だったなと思いますうんそうですね、うん、だから川行って魚を取ろうとしてたらさっきほど言ったようにそのクラスメートとかがなんか、うん、結構あのー、ちくるわけですよ通学途中であそこにいたとか、うん、<laughs> でそれでみんなで来て何してんだ今日はと <laughs> 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 そんな感じでしたうーん だからもう、すごい楽しかったですよ。<ー>全然この、今のイメージの不登校とは、もう全然違う <laughs>、うん。もう基本的にはあれですよ、オケでいう、ウーマコですよ。そう,すね、そうそうそう、山学校ってやつ。そ <laughs> うそう山学校。ウーマクだ。はい。 そんんな感じででずっと遊んでましたねだ多分ね、うん、こんなのに育てられたら自分の子もこうなってるんじゃないかなっていうなったらどうしようかなと思いながら、うん、<laughs> 一応心配ではありません <laughs> あ、まあ、実はそんなに心配してないですあの、うん、いや元気だったらいいかなと思っているので、はい、とりあえずあの病気さえしないければだから一番思うのが、うん 僕その頃はやっぱそんなことばっかりやってるじゃないですかしょっちゅうね怪我してたんです <laughs> んしかも尋常じゃない今も傷跡残ってるけどこの板に打ち付けられたゴッスン釘を踏み抜いて足を貫通して足に板がさ刺さったままお家帰ってきたりとか<わ> <laughs> えー痛いものすごくで二階から落ちてあ,あの首筋パックリ切ったとかうんそんなことをしょっちゅゃって <laughs> でいざ自分が親になってみるともう自分の子供がそんな怪我して帰ってきたと思うとすごいゾッとするじゃないですか、うん、だからよくうちの親もさ、はい、多分冷静を装ってたんだと思うけど相当心配だったじゃないですかだったと思いますよ<え>よく普通に対応したなと思ってモーリー・サンケならではのそうそうだからもうとにかく 怪我だけししなないいでででって思います、まあ、無理でしょうねそん,なそんな子供時代あの成績もすごいムラがあって <laughs>、あのー、別にね置いとかなくてもいいのにこの前見せられたんですよ小学校1年から中学3年までのいわゆる通信簿というやつ<ー>で自分で見ててもこれよく俺怒られなかったなって思う。<laughs> <laughs> さすがに1位とかはなかったんですけど、うん、もう2から5ぐらいまで同じ教科でも幅があって、うん、その1学期はすごいけど2学期すっごいダめとか、うん、で教である教科はすごいできるけど別の教科は全然できないと,、うん、という,もうムラが、はい、ものすごいありました。<laughs> <laughs> おという 行って四択してる間に、こんな時間じゃないですか。はい、そうですね。あと何歩あるんですか。そろそろエンディングでございます。二分30秒。2分30秒。なんかね、ちょっとお酒の話もいろんなことが中途半端になりましたが、これもあの。うん、全部スティービーさんのせいですから。<laughs> 八王子に行っているね。だからまあ、あのスティービーさん抜きでやると。やっぱりちょっと大変だなと。<laughs> <laughs> あんな何にも考えないで喋ってるだけのおじさんのように見えますけど、すごいなと。今更ながら、はい、思っております。<laughs> <laughs> じゃ、そろそろエンディングいきますか、はい。じゃ、まあ、今日は、あの、スティービーさん抜きで、え、千さんと二人でお送りした。ちょっといつもとは違う。いはい。十 <laughs> m. K. でした。なんか、あの、ね、えー、このミキサーの方もいろいろ。 教えながらパタパタしてたみたいなので、はい、じゃあ今日は、えー、僕、えー、バーテンダーのモーリーとちなひろしでした。こちらもはいいきましょう。はい FM ことミミと <laughs> <laughs> だみみりとだ何何それ <laughs> <laughs> はいはい でしたでした, <laughs> でした <laughs> はいよろしくお願いしますまた今度はいは